世界の権益は石油からレアメタルに移っている。はい、おはようございます。のりちゃんでございます。今日は4月の6日の火曜日のね、読売新聞の一面からですね、ちょっと復習的に、皆さんももうご存知だと思うんですけど、僕自身ちょっとね、忘れかけてたことだったんで、一応ちょっと復習するということでね、再度、こちらの方ちょっと読んでいきたいなと思います。脱炭素への道ということでね、コロナ禍ということで時代がぐっと変わっていってるんですけれども、もしコロナでは起こっていないとなると、話題はもっぱらこちらに移ってたと思いますね。脱炭素への道といって、もこれも世界をね、すごく今変えていってます。はい。もうこれ以上二酸化炭素を出せないと。もう出せませんと。もう世界中のね、各業界の人たちがね、訴えておる、いるんですけれども、こちら、レアメタルの争奪戦、中国の影。どういうことかということなんですけれども、まず、EV 車と FCV 車。僕、ちょっとこの見分けがね、わからなくなってしまっててですね、再度復習するという意味でやっていきたいなと思うんですけれども、まず、この、レアメタル、ね、もう代表的なのがもうプラチナ、そしてニッケル。ここをちょっとね、押さえていただければいいと思います。プラチナって言ったら金属ですよね。まあ、よくネックレスなんかによく使われる金属なんですけれども、こちらですね、南アフリカの方がもう3分の2の埋蔵量ということになってるらしいです。はい。で、何に使われるかというと、FCV 車。燃料電池車ですね。はい。燃料電池車に使われる金属ということです。そして、ニッケル。これが、電気自動車。EV って言われるやつですね、EV。この FCV と EV のこれ何が違うのかっていうね、もうこれ、根本的にね、ちょっと忘れてしまったんですけども、FCV っていうのはどうもね、燃料電池車ということです。まあ、水素ございますでしょう。水素と酸素を、化学反応にして電力を起こして、それをモーターに伝えて動かす自動車ということですね。はい。これも二酸化炭素出さないです。EV。もう今 EV 車ね、よく走ってますよね。まあ、僕の自転車も EV。なんかな、バッテリーで動くということですね。バッテリーでモーターを駆除させて動かすと。これはニッケルが使われると。このニッケルというのが、インドネシアで、よく生産されると。世界の3分の2を占めるということらしいです。で、ここで何が起こっているかというと、中国とのもう競争力ですね。争奪戦が起こっているというふうな今の時代の流れになっているというふうにまあ理解していただければいいんじゃないのかなと。まあこういった内容の記事をね、ちょっと書いているんですけれども、資源確保へ官民連携ということでね、どんどんね、中国とかの方も、進出していてですね、日本のね、こういう資源確保していても、やっぱり、なかなか、向こうの、まあ向こうの国で、やっぱり中国と仲良くなったりとかしてですね、なかなか、うまく入手できるできないとかね、まあそういったことがちょっと書かれてるんですけれども、まあ時代がちょっとね、どん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 移り変わっていってるということで、まあ少し僕もね、忘れかけたりしてる部分っていうのをね、もう一度思い返してですね、ちょっと EV と FCV 車の違いと、まあ世界で何が起こってるのか、自由で開かれた、ごめんなさいね、自由で開かれたインド太平洋、先日ありました。アメリカと日本とインドとオーストラリア、調印しましたよね。すごいバイデン氏に代わってから、アジア外交がね、非常に活発化してます。今時代はそういう風に動いてるんだなということをちょっと踏まえてね、今日も頑張ってね、働いていけたらなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。